松尾チャンネル。皆様こんばんは。松尾チャンネル第30回目ということで、今日は11月の30日、もう残りですね、今年もあと1ヶ月になってしまいました。まあ、11月まで来ましてですね、まあ、一応月末を迎え、明日からは12月の1日金曜日残すだけというところなんですね、今週ですね。で、まあ、日経平均も11月はですね、まあ、ちょっと波乱の動きがありましたけれども、まあ、なんとかこの2万2720円ということですね、まあ、2万2000円台をキープして、じわじわとまたですね、上値を追いつつあるなという感触で、まあ、月末を迎えたというところです。まあ、日経平均が強いという、まあ、バックグラウンドとしては、今のところ、まあ、海外株高が、ね、基本的にはあるわけですね。で、まあ、半島情勢、北朝鮮のミサイルがどうというのは、まあ、今週あったわけですけどね、結局それに対してはあまり、まあ、飛んでくるのがなんか日常茶飯事みたいになってしまいまして、まあ、飛んできたけども、それでじゃあ株価がどうなったって話は、まあ、全くほとんど無風で、関係なかったなというところなんですね。で、あと日経平均が、まあ、あんまりこう膠着状態を続けている中で、どちらかっていうと中小型銘柄ですね、しっかりなっているという状況もありますので、まあ、皆さん今年の、まあ、あと1ヶ月、残り1ヶ月なんですけれども、まあ、なかなかパフォーマンス的にはいい成果が生まれているのではないかなというふうに思います。皆さん の運用のスタンスとか銘柄の選択によってですね、多少運用の成果に違いが出てくるかもしれませんけども、まあ、このところは非常にいい動きになってきているかなというところですね。で、まあまあ、チャートをこういろいろ日経平均がですね、まあ、こういう動きしているわけですけども、まあ、1年間を調べてですね、やはり山あり谷ありではあるんですが、ほとんど、まあ、大きな谷っていうのがたまにこう調整というかね、停滞する場面もありますけども、基本的には堅調な値動きが続いているなと。で、まあ、そろそろこの年末を迎えるにあたってですね、まあ、私のようなこういう相場の見通しをですね、語るという、まあ、必要性がある私のようなものにはですね、まあ、アンケート調査が来るわけですね。まあ、ちょっと有名な雑誌で、株の雑誌でですね、ダイヤモンド財とかですね、そういった雑誌の方からも、もういよいよ年末を迎えてですね、次の発行の時に来年の見通しを教えてほしいというアンケートが来てまして、まあ、来年日経平均どこまで行くんだっていうのはですね、一応こうそういった見通しをそろそろ出さなきゃいけない、まあ、これはまた改めての機会をですね、見て皆様にご報告したいなとは思っておりますけれども、まあ、基調としてはですね、やはり強い動きが続くだろうというところで、まあ、皆さんもそういう期待をお持ちだろうと思うんですけれども、私の方もどちらかというと基調として強気で臨みたいと。ただ時々ね、その波乱というのもありますと、まあ、当然そのミサイル半島情勢によっては波乱もあるわけですね。そういったことも頭に描きながらですね、考えていきたい、相場に取り組んでいただきたいなというふうに考えております。特になぜその強気をするかといいますとですね、まあ、いろんなデータがあるわけですけどね、まあ、需給がですね、非常にやっぱりいいわけですね。年金資金が入ったり、まあ、日銀の ETF 購入とかですね、そういったものも当然ありますし、あとはですね、まあ、日本とアメリカの その金融資産でね、個人金融資産の差といいますか、株に対するまた比率がですね、まだまだ低いんですね。で、まあ、ナスダック、ニューヨークダウとかナスダック、非常に堅調に推移してますけども、アメリカに比べるとまだまだ日本の金融資産、まあ、個人資産がですね、株に投資する割合が低い、まあ、まだまだこれが比率上がっていくんじゃないかというようなこともですね、まあ、期待をしながらですね、来年に向けて強い展開を、まあ、見込んでいくというところでですね、また皆さんにもそういった次はどれぐらいまで日経平均とか上がっていくんだろうとかですね、そういったものについてまた改めて松尾チャンネルでご紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、これ11月が終わりましたんでね、次はいよいよ12月ということで、まあ、12月相場についても、まあ、この間の2万3000台の、まあ、前半2万3300円ところですね、この辺がちょっと上髭ついて中段もみ合いみたいな形になってるわけですけども、まあ、この辺を意識しながらの動きかなと。
ただやっぱり年末というのはですね、利益を確定したいという動きもあります。ただかなり11月で前倒しで、ね動いているという可能性もありますので、需給で、一時にそういう利益確定売りとかで押される場面もある可能性はありますね。だからその辺だけはちょっと注意しておかないといけない。であとですね、いよいよその12月はですね、例年通り、新規の銘柄 IPO のラッシュなんですね。IPO 今年は本当にそんなに、ね、ないんじゃないかと思ったんですけども、意外とですね、最後12月になって、結構発表が相次ぎましてですね、今年全体では91社が IPO してきました。で12月はそのうちの、23社 IPO してくるということで、かなり集中してくるわけですね。でこの集中する流れの中で、皆さん、新たに投資するアイテムとしては IPO する銘柄っていうのをまた一つの対象にできるわけですね。それでその前哨戦がいよいよ11月はあったわけですけどね、11月なかなか面白い銘柄が、すごい株価の動きがあったなと。例えばサインポスト3996ですね。この辺は公開価格に対して初値が 3.9 倍という形になりまして、さらにそこから株価が2倍近く上がってしまったというようなことでですね、この辺もまた活発な値動きがあります。それから今日あたりトレードワークスという会社が、昨日上場して2日目も値段がつかなかったというのはですね、ちょっとこう異常にこう株価が動いてきているという流れもあります。その他講和製作所だとかですね、コード7807ですね、ジャスダック上場してますけども、これも公開値に対して初値が 2.3 倍ということで、そこからさらに株価が上がってきているということですね。そういった非常にこう活発な値動きがですね、最近の IPO、12月のラッシュの前に前哨戦なんですが活発に見られるというところですね。演奏会では若干その派手派手な銘柄をなかなかこう皆さんにこう取り上げてこう紹介するというよりは、地味めな銘柄をご紹介もしておりますが、この辺はちょっとね、やや穏便な穏健な値動きをしているということで、まだこの辺はですね、例えば CS ランバー7808、この辺はちょっと ゆったりめの動きなんですけどね、これら辺はまた時間を置いてまた見直されるだろうというようなことで、この辺もじっくりと、ね、見ていただいて、また投資のタイミングが出てくると思うんですね。それは少なくともこの押しているところ、これをどう捉えるかというところですね。株っていうのはやっぱり上がっているところをどんどん追いかけて買うっていうのは確かにそれはいいんですけども、それは多少勇気いりますね。勇気がいるんですけども、ちょっと調整している銘柄、この辺はですね、少しじっくりと研究しながらですね、見ていただいてパフォーマンスを上げていただくということは必要かなというふうに思います。またこれ後ほどですね、IPO 市場動向お話を改めてまた今日させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは今日はですね、前回ちょっとお話ししようと思ったんですけども、IPO 市場ですね、先ほどお話しさせていただきましたけども、今年91社が上場するという、26日までですね、12月の26日まで、最後の最後まで IPO が出てきます。で12月はですね、7日のアトリエハルカ、これセントレックスですけども、セントレックスのアトリエハルカから、前半12月15日まで11社が出てまいります。特徴的なことはですね、どちらかというと、マザーズ、前半はですね、マザーズというよりはどちらかというと東京東証一部ですね、一部上場の大きいものがちょっと出てくるというのが特徴ですね。でその中ではですね、SG ホールディングス、これは佐川急便ですね、皆さんご存知の佐川急便、いよいよその12月の13日に上場してくるという運びになっておりまして、9143ですけども、この辺は非常に大型の企業、時価総額もかなり1兆円までいくかどうか、1兆円までいかないかもしれませんけども、何千億のレベルの大型ファイナンス、大型の IPO ということになります。こういったものが市場に入ってきますので、投資家のお金もですね、そういったところにこう流れる要素があります。そういう意味でちょっとその辺はちょっと波乱要因ですね。1日に12月の13日なんていうのは4社も出てくるんですね。4社も出てきて消化できるのかっていう話なんですよ。これ SG ホールディングスも入ってますけども、そういったちょっと波乱要因が12月のこの前半のところにはあるかなと。
まあ、その後12月の18日以降後半、まあ、12社がまた出てきますけども、まあ、この中でですね、今回のナレッジスイートっていうのがね、12月18日に出てまいります。で、まあ、演奏会ではですね、ナレッジスイートの上場を睨みながら、まあ、皆さんにこうこの演奏会通信の中でお知らせしている銘柄としては、バーチャル X ホールディングス、6193、これをですね、皆さんにちょっとこうどうだろうっていうふうなことで、ご紹介をしたりしてるんですね。で、まあ、バーチャル X ホールディングスなんてなかなかね、こう言いにくい銘柄でもあるんですけども、まあ、それはあの CRM っていうね、カスタマーリレーションマネジメント、こういった分野のですね、中で、まあ、非常に特徴的にあの仕事されている会社なんですね。まあ、これあの、まあ、昨日ちょっと説明会もあったようなんですけども、説明会があって、まあ、その前段ぐらいから少し株価の方も動き出したなというところなんですね。ただそのまだまだでね、時価総額が20億ちょっと22億しかない会社なんですね。で、今度のナレージスイートはおそらく相当あの時価総額が高いと思うんですね。収益的には多少ナレージスイートの方が収益性が、もしかしたら利益が出てるのかもしれないんですけども、まあ、バーチャル X もそこそこ先行投資をやりながら、で、まあ、22億の時価総額でまだ停滞してるんですね。まあ、上場してから、まあ、1000とび90円の公開価格で、初値が1235円、そこからですね、700円割れまで下がった銘柄なんですけども、まあ、そういった銘柄で今700円台後半ということで、800円手前のところまで戻ってはきてますけども、まだまだあの時価総額が小さいというところで、まあ、少し先のことを睨みながら、じっくりと皆さんに投資していただければいいかなというふうに思っております。まあ、そういったあの上場してくる銘柄、業種、そういったビジネスの中身を見ながら、今既存に上場している会社はどこにあるのと、それはどうなの、比較したらこっちの方が安いねとかですね、そういったものをしっかりと判断しながら投資されるっていうのも一つの方法かなというふうに思っています。演奏会では、まあ、IPO の銘柄について皆さんにずっとこうこのところをお知らせしてですね、非常に高い成果を上げております。まあ、特徴的なのは、例えば もちろんあの皆さんよくご存じのクロスフォームもそうですし、まあ、直近 の人気銘柄もいくつかございますね。クロスフォームもまだ引き続き強いんですけども、例えば、トランザスですね。トランザスも結構人気化しました。2083円のボトムから2740円までいったというような形でですね、非常に短期間のうちに人気化している銘柄も出てきておりまして、あとネットマーケティングだとかね、まあ、この演奏会通信の中で取り上げている銘柄が、このところまあやはりあの中小型銘柄中心に堅調な値動きをしているという点をぜひご注目いただきたいなと思っております。ですから あんまりまだね、目先的にあの動きがないといってもイライラしないで、しっかりとウォッチしながら投資していただくというのが一つの方法かと思いますね。で、あまり派手に上がったような銘柄についていくというのはなかなか大変なので、皆さんにこうそういうどんどん上がっていく銘柄についていけっては一切、まあ、私の方も言いにくいんですけども、まあ、むしろその停滞している中にいい銘柄ないかなというのを引き続き私も皆さんのためにウォッチしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、今日実は決算説明会ですね、足運びまして、今日、まあ、運んだ会社はですね、第22回目のですね、松尾チャンネルでですね、お話した銘柄なんですね。で、それは省エイ薬品といいまして、コード3537、まあ、非常にまあ地味なイメージがあるんですけども、株価的にはですね、まあ、2000円台の前半のところで取り上げたはずなんですけども、まあ後で松尾チャンネルもう一回レビューして見ていただければ分かると思うんですけども、まあ、そういった取り上げてからですね、じわ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 と株価上がってきたと、ね、3000円手前まで上がってきましたと、高値3090円まで、ね、最近はついてます。で、オレオケミカルという分野の、まあ、どっちかというと卸なので、あまりこう地味な感じで、その収益性もそんな高いというわけじゃないんですけども、まあ、今日 あの社長の話はなかなかポジティブにいろいろ今後の成長イメージを語っていただいたということなんですが、実は私はもうずっとこの会社に対して疑問といいますか、上場来疑問として持てたことは、投資有価証券がもうべらぼうに大きいわけですね。で、時価総額が30億円台しか、今現状において株価上がってもですね、まだ30億円台なんですけどね、有価証券、投資有価証券だけで59億をバランスシート上計上していると
ということで、それの中身はですね、実は花王の株なんですね。で、花王の株ずっと持ち続けるのかと、まあ、要するに取引先の株をずっと昔から持ってて、それがこんな評価になっちゃったというところで、で、私も今日疑問があったんで質問をさせていただきました。持ち続けるんですかと、花王の株持ってたらこれ ROE がむちゃくちゃ低いわけですね。 ROE 低いし、収益性がなんかこうどちらかというと高く見えないわけですね。で、ただその花王の株は持ち続けますということで、まあ、ただその花王の株をもし持ってそのままだとちょっと問題でもあるわけですよ。ただそこのところで今後何らかのですね、アクション、その他の会社もかなり産業化成だとか、まあ、同業他社の取り扱いも増えている、これから増えていくという話もございましたけれども、何らかの形でですね、アクションが起こされるのではないかなというふうに私は考えております。株価的には3000近くまで上がってきましたけれども、まだ時価総額ですね、この投資有価証券ベースで、まあ、考えてみるとまだまだ評価が低いなというところを、まあ、実際に感じた次第です。まあ、業績自体もですね、国内売上から海外売上、さらに大きく伸ばしていこうというところにもあります。今195億の売上で3億8000万の経常利益、まあ、この辺のところがもう少しですね、拡大していく余地が十分にあり得るということで、まあ、業績の、まあ、底辺として業績も、確実に伸びていくというような感じで、また引き続きですね、トレンドが崩れないような感じで、見ておりますので、ご注目いただければというふうに思っております。今日も第30回目収録終わりましたけども、次回はですね、31回目になりますね。まあ、ここまでこう松尾チャンネルもやってきますとですね、過去どういった銘柄を話したとかですね、まあ、一応一覧として私も手持ちがありましてですね、まあ、まあこのあっという間の30回収録だったんですけれども、まだまだこれから皆さんにですね、新たな銘柄、それから有望、本当にこう面白そうな銘柄をですね、ぜひまたご紹介していきたいというふうに思いますし、また研究してですね、この銘柄、なかなかこう理解もしにくい銘柄がいっぱいあるんですけども、まあ、その中からですね、皆さんにパフォーマンスを上げていただくということで、できるだけいい銘柄を見つけてですね、まあ、演奏会通信、この演奏会通信の中でもですね、ご報告していきたいというふうに思っております。引き続きですね、まあ、松尾チャンネルもご覧いただき、また演奏会の方にもですね、このメンバーになっていただいてですね、この演奏会通信を読み下しながら、パフォーマンスを上げていただくような、ね、努力をぜひ皆さんの方でしていただいてですね、まあ、これはなかなかその皆さんの努力がないとパフォーマンスが上がらないんですね。私のメッセージをどう評価してどう理解してですね、行動に移すかということになります。まあ、そういったものも含めて、また次回第31回目はですね、12月の7日17時からまた収録を行います。もしお時間ありましたら、ぜひね、足運んでいただいてですね、一緒にまた会話をしたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日は以上です。松尾チャンネル。